どうもこんにちは、今回はですね、折りたたみ式の焚き火台 X ストーブっていうんですかね、こちらをですね、ご提供いただきましたので、ご紹介していきたいなと思います。まだね、開けてもないんですけども、パカッと、パカッと、パカッと、今ね、開けてみると意外と簡単でした。もう一回やってみます。パカッと開けます。ほぼこれで終わりかな。おしまいです。で、今ね、下にロストロを置きました。ロストロを置いて、この上の網なんですが、こんな感じになってまして、持ち手付きのね、焼き網になってます。まあ、こういう風に収納することもできるしっていうものですね。なるほど。組み立て方はね、めちゃめちゃ簡単です。めちゃめちゃ簡単なので、ちょっと説明したかったんですけど、説明しようがないぐらい簡単なんですけど、ね、で、これは今開きましたよね。開いたので、多分ね、多くの方がですね、ここの足グラグラしないのかって思いそうなんですけども、一回この形になるとね、全然動きません。動かないので、かなり安定感は抜群だと思いますね。で、この足になってる部分もですね、この支えてる面がすごく大きいので、それもあって安定感はすごいと思いますね。これよくできてるな。ちょっとちっちゃく切った薪ですが、ギリギリ入んないかな。いわゆるですね、普通に売ってる薪をこれ小割りにしたものなんですけども、まっすぐは入らないですね。こういうのがね、いわゆる普通の薪ですよね。薪屋さんとかで売ってる薪なんですが、ちょっとね、長さが足りないかなという感じです。なので、このままこうスポットを入れることはできないんですけども、まあまあこれぐらいで入れられればね、十分でしょう。じゃあね、点火していきます。この辺からもね、火をつけようと思えばつけられますね。隙間があるので、まあ、この辺は結構ありがたいかなと思います。よいしょ。じゃあいただきましょうかね。絶妙な焼き加減ですよ。
それではですね、片付けていきたいと思いますが、これね、設計上こうなってるのか偶然こうなってるのかちょっと分かんないんですが、この下の部分ですよね、下の部分にね、灰がね、うまいこと溜まってくれるようになってます。なので片付けとしてもね、結構楽じゃないかな。これそのまんま閉まっちゃえば、うん、やっぱり灰もねこのまんましまえました。なのでこれをそのまんま家に持って帰れば OK と、めちゃめちゃ簡単ですよね。もうねここの溝に灰が入ってしまってるので、これをね閉めてしまえばもうおしまいです。めちゃめちゃ簡単ですよね。そうそう、それとこの辺のね金具ですよね。ピストルとか網もこの中に、もうこれでおしまいです。ということで今回は折りたたみ式の焚き火台 X ストーブをご紹介しました。設置も簡単なんですが、片付けもかなり簡単で、なおかつ灰も一緒に持って帰れると、なかなか考えられた焚き火台なんじゃないかなと思います。現在ですね、幕開けでクラウドファンディング中なので、よろしければぜひ見てみてください。それでは